珍しく告知してくれた。そうなんです、今回は告知しました。みんなに怒られるので。公演してました。今日はチーム4公演で16期のたやちゃんがチーム4公演初出演と、あとはジャーバージャーをチーム4バージョンで初披露したのとです。ジャーバージャーみんな聞きましたか？ジャーバージャーカウントダウン TV とか、あとなんだっけな、昨日の歌コンとか見たよってコメント読んでます、ありがとう。ジャーバージャーマジスルメ曲でしょ、聞けば聞くほど良くなるのよマジで、めっちゃ頭に残るでしょ、セイチャバジャーってななのね、最高だよ。そう、ナナ、ナナがセンターです。見ました、だって劇場公演ありがとうございます。私は劇場公演はこっちだから、さやかさん、さやかさんが、さやかさん、さやかさんのポジションでした。もうすでに結構何個かもポジションできるから、そう、曲タイミングによっている場所がバラバラです。普通の本当のオリジナルバージョンはナナが前にいてセンターにいて、で私は後ろのユイリちゃんとシンメだから、もうユイリちゃんとマコのシンメでもナナを見守る感じ、ナナーセンターみたいな感じ。そう、嬉しかったです。化粧変えた、だって化粧変えてないです。アイシャドウはこの間ブログでね、おすすめしたアイシャドウに変えました。確かにそれは変えたかも、分かってらっしゃる。革ジャン？あ、これ？そう、これは今日着てたライダースだよ。今日っていうか、なんか最初行きはちゃんとなんか洋服、私服で普通にスカートに長袖にライダース着て行ったんですけど、帰りもういいやと思ってレッスン着のままこの半袖に、まあ長いズボンに半袖にライダースで歩いたけど、全然寒くなくて、春来たーと思って。 そう、嬉しかったね。全然もう、だって昼間なんて今日だってめちゃめちゃ、多分半袖でもはや1枚で入れるぐらいでした、多分、いてはないけど。そうだと思うぐらいあったかかった。花粉やばいね、花粉やばいよね、花粉かわいそうだよ本当に。私自身はそんな花粉症ひどくないので、てかあんまりまだ今年に関しては症状あんま見られてないので、ちょっと本当に花粉症、元祖花粉症の皆さん本当にかわいそう、周りにもめちゃめちゃいるし、メンバーでもなんかメンバーよりもなんかスタッフさんがやばいイメージ、花粉症。大人の皆さん本当にしんどそうでかわいそうね、ティッシュをプレゼントしてあげます。元祖花粉症。そう、今日はね、なんでショールームをやろうかってあれですよ、 AKB48 グループセンター試験のなんか自己採点をなんかやりましょうみたいな感じの話があったから、あ、そうですねって言ってやろうと思ったの。でも、もう3、4日経ったじゃない、もう忘れちゃったの、自分がどの問題でどれを答えたか。今見てみたけど、ごめんなさい本当に。全然覚えてないんだよ。なんかね、でもね、私のね、
名前が出た問題があったのよ、一箇所で。そこが引っ掛け問題だったみたいで、みんなそこ間違えた間違えたって言ってて、さすがに自分が出てるから私は騙されずに頑張って答えただろうなって思ったら、みんなと同じ風に騙されてたんだよね。それをこの答えを見てから知ってびっくり。あれどれだっけな、いや、こんな後ろじゃない、こんな後ろじゃない、そう、なんかじゃんけん大会のお話の時の問題なんだけど、あれどこ行っちゃったかな、あれこんなに、めちゃめちゃ難しかったですよ、問題自体全体的にとっても。何の手応えもないこれ手応えあった人いるのかな逆に。え、どこ行っちゃった、これ問題ないじゃん、どこ見ればあんの、じゃんけん大会、楽曲握手会、劇場公演、メンバー、ミュージックビデオ、シングルアルバム、メディア、そのと、9、9、46、なくなりました。あ、52ページ、え、なんでみんなわかんの、あ、そうか、みんな受けた人がいるのか、え、あー、あった、ありがとう。そう、あのね、 AKB48 グループじゃんけん大会に関連して述べた次の文 AB について、その正午の正午、わかんない、あの正しい間違えるみたいな、正しい謝るみたいなのの組み合わせとして、正しいものを下の1から4のうちから1つ選びなさいって問題で、1個が第4回は2013年9月18日に日本武道館で開催され、司会は4回連続となる福澤明、レフリーは今大会が初となるイジリー岡田が担当、熱戦の末3位を平田里奈、2位を神江大美香、そして1位は松井樹里奈が勝ち取ったか、 B は過去には柏木由紀が女優の佐々木希と、宮崎美穂がコウメ太夫と、小島真子がアンジャッシュの小島和夫と、あ、小島和也と、そして渡辺真由が魔法使いプリキュアのキャラクターたちといったゲストと共に登場し場を盛り上げたっていう問題だったのよ。そう、それで私はこの B がね合ってると思ったの、自分出てて。だって対戦相手の小島さん、これのね引っ掛けの答えは、対戦相手の小島さんがアンジャッシュの小島さんを連れてきたからっていう引っ掛け問題だったの。だからこれは間違いですよみたいな。小島子はナッツンさんとやったじゃない、ナッツンさんと小島電機の皆さんとやったから、そう違うんだよっていう引っ掛け問題だったの。悔しい。これ何が、あの、93、4、あ、どっちも間違えてるんだ、へえ、わからん。あ、これ何だったんだろう、リスニング問題のさ、リスニング問題のこの
これだ、一番最後のやつ分かんなかった。1だって。何の歌だったかも忘れちゃった。まあそんな感じですね。なのであんまりいい値段じゃなくていい得点は期待できないですが、なんかでもめちゃめちゃなんかすごい新鮮でなんか場がシュールすぎて結構顔を上げてなんかチラチラ見たりしてました。私結構そうみんな下向いて頑張ってテスト受けてるところがなんかシュールで、なんかしかもファンの人とかがなんかよく見たら知ってるファンの人とかがなんかめっちゃ真面目にこうやって頑張って問題解いてて、なんか可愛くて おもろかった そう、まあでもいいですね、なんか青春な感じがして。カンニングはしてないです カンニングしてたらもっと多分マシな結果だと思う。まだわからないけど。何点だろうね。30点取れればパーフェクトなんじゃない？多分。わからない。振り付け問題はできました、さすがに。あ、これわじゃわじゃだ。あなたのことがって。あ、違う。あなたのことがだ。やば。ちょっともう、公演したばっかり。ヘロヘロで。失礼いたしました。トゥ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 。そう、200点満点です。クラスの人たちでボウリング行ってきました。だって。いいですね。ボウリングしたことないです、プライベートで。仕事で前に1回やりました。さすがに30点は低い？じゃあ50。でもなんかファンの人が握手会で言ってたのは、結構自己採点してみて、まあ行った人で半分以上、半分ちょい超えるぐらい、100点ちょっとかなって言ってたから、そういう人がすごい多かったの。だからまあそんなもんなんじゃないかなって。まあできて65、6、まあ分かりません すいません。シュプリーム今日もありがとうだって。シュプリームの人、劇場公演のお見送りで、あ、シュプリームって言ったからね。今日ね、うちわ持ってくださってる方がいっぱいいました、公演。嬉しかったです。うちわとかめっちゃ見てますからね。え、さやかさん半分いってないの？ほら、なんか、え、まあでもそれは、さやかさんだってあれでしょ？学力はめちゃめちゃある人でしょ？でもやっぱそれが関係ないんですよ、今回は。っていうことは、あ、でもっていうことはって考えると、私ここで取らないとどこで取るんだろう。まあ。まあ。そういう人もいていいですよね。どっちもできないみたいなね。何がお前できるんだよみたいな感じのね、人もまあいていいんじゃないかなと思いますけどね。今日はナチュラルメイクですか？だって。何意味な、今日。何それ。でも多分あれだと思います。公演で、公演終わったからもう落ちてるんだと思う、メイクが。単独コンサート！スイジャバじゃ、みんな来なさいって。もう本当に嬉しい。私の今の生きがいです、単独コンサートが。本当に楽しみ。ちゃんと出るので、ぜひ見てくださいね。来てくださいね。当たった方、楽しみましょう。来れない方は、DVD 化を待って、ぜひ、お家でね、サイリウム振ってください。単独当選したらって。ありがとうございます。行きたいって言ってるみんな。チケット当たらない？そうか。まあ、そうだね。嬉しいことでもあるし、ファンの人からしたら、
見たいよっていう声がね。だからまたね、そうやってみんなにとって、自分たちにとっても久しぶりの単独公演ってならないぐらいいい頻度でできるように頑張るので楽しみに。 DVD はまだ出るかもわからないけど、細井さんに言ってください細井支配人。練習してるの、リハしてますよ、もう。ね、リハしてます、してます。うん。リハ、うん、順調ですよ。最近買ったコスメはブログにあげてます。アイシャドウ買ったから見てみてね。オオカミくんには騙されない、見てますよ。なーにゃね。まこちゃんダンス上手だった。ありがとうございます。ヘタピです。香水何使ってます？香水はつけませんね。あんまり。練り香水みたいなやつは、みーちゃんにもらったのをずっと愛用してます。たまに。お仕事の時は、あんまりつけないかもしれない。なんか特別な、すごくなんかね、すごいなんかもうこういうなんか宝石みたいな感じの練り香水だから、なんかうん、そんなに大事に使ってます。ネイル買いに行かなきゃ、伸びてきたので、ライブに合わせて衣装のフィッティングをしたら、衣装どんなの着るかが分かるから、そう、衣装フィッティングしてネイル買いに行って備えるっていうね。明日中学校卒業します。おめでとうございます。卒業シーズンだね。アッパレ楽しいですよ。大好きアッパレ。オールナイトニッポン出てください。オールナイトニッポン。でも前々回かな。全然ですみたいになってたけど。出たよ。この間。まこちゃんと誕生日一緒ですだって。誕生日ね。もうすぐじゃ、もうすぐだよね。5月30だから。あと、2ヶ月ちょっとで21になります。えぐい、1年のスピードがえぐい。まあでも受け止める準備はできてます現実をもうもはや二十歳を超えたらなんかもうどうでもよくなった年齢だって一緒じゃん。なんか 10代と20代って10代と20代ってなんかちょっとやっぱなんかやっぱね、耐え難い、耐え難いくはないけど、なんか大きな差は確かに分かります。私も感じましたけど、でももう二十歳を超えたらもう多分次に感じるのは24歳と25歳だと思う。そこの間だと思う。だからもういいんです気にしてない年齢でしょ。1年早いね。まあでもいいことですよ、早く感じるのは。いろいろあったってことですから。目が可愛いだって、ありがとう。あ、お肌の曲がり角ね。なるほど、そういう、そっか、別に年の数は気にしないとしても、体に出てくるなんかその、まあすごいあんまり言いたくない言葉ですけど、まあ老化っていう部分では確かに厳しいものがありますね。年々こうやって
積み重ねていくものですからね。まあ確かにそれはある。まだ感じてないですけど、うん、まあでも生きた証ですからポジティブということは24か25で卒業ってことすごい妄想誰もそんなこと言ってませんよ。その前に卒業するとも、そのぐらいに卒業するとも、その後に卒業するとも誰も言ってませんよ。言ったことだけを信じてください。夢ね、夢いろいろありますね。みんな髪伸ばすのだと、髪はまあこれぐらいかなって感じ。結婚するのだとここにいなここにいる人に結婚するのって聞くのコメント流れ早いね。私も今追うのに必死。将来の夢が見つからないだって。割と別にそんなに見つけよう見つけようって感じで見つかる夢って案外追ってる途中でなんか違うなみたいな感じのことが多い気がする。わかんないけど。だからやりたいことめちゃめちゃやって、あ、これ一番やってる時自分キラキラだわみたいな時のやってることをまあ仕事にできたらいいなとか、趣味に できたらいいなとか、ここまで追求したいなとか、この辺でいいから一生続けたいなとか、そういうのでいいと思います。みんなないですよそんな夢なんてね。なかなかある人もいっぱいいますけど、ない人もいっぱいいます。お花見したいですからって、お花見したいです。お花見の時期っていつまだですか。去年はね、あそこの目黒川の桜のところの、桜のあの目黒川沿いのボーンってなってるところの夜見に行ったんですよ、夜桜を。はるちゃんと島田さんと行って、そう今年も見に行きたいんですけど、時期いつなんだ、いつだったかな、4月まだか、もうすぐね。最近暖かくなったから、なんかここ最近でポーンってなんか開きそう花楽しみです。お、ごめん、今日初めてピアス開けました。ファーストピアスまこちゃんつけてる赤です。だっていやー嬉しいね。え、秘宝、大秘宝なんだけど、私でもあのピアス右だけなくしたの。まあどっちでもいいんだけどさ、どっちも一緒だから、左をなくしたのでもいいんだけど、片っぽなくしたの。やってしまって、やっぱね、ちっちゃいね、これもう本当になんかこれぐらいのアクセサリーケースみたいなのを常に持っとくべき。やっぱ衣装の時はアクセサリー類は、まあ、ファーストピアスの場合外すに外せない場合があるけど、穴固まってきたら基本ピアスとかネックレスは外したりするのよ、衣装着るときは。だからそれを机に置いといて、で 何かしら、例えばなんか通った時にスカートでなんかひらってなってぶつかっちゃってピアス床に落ちたとかなったら、こんな米粒みたいなやつだから絶対見つかんないの。それが起きた。もう本当にショック。まあ片っぽね、まあ片っぽあってもしょうがねえしなとか思いながら、まあ、ありますけど今お家に1個なくした。あとピアス、なんかさ、ピアス開けた人がみんなよくさ、キャッチはすなんかなくすよねみたいな、耳が腐るほど聞くよね、キャッチなくすみたいな言葉。あれもううるさいなとか思ってたけど、マジでキャッチなくす、本当にもう笑っちゃうぐらい、一回落としたら一巻の終わりなの。コンタクトと一緒と思ってもらっていい。本当に見つかんないの、このちっちゃな金属が。でもピアス開けてる人なら多分ね、分かると思う。あのね、キャッチってね、そっか、分かんないよね。キャッチってね、これさ、このさ、こうやってさ、ピアスがあるじゃん。
これね、これピアス、片、私の片っぽのやつ。これの、こうして、ここ、これ、これ、これ。これさ、耳に、あ、あれ入んない。どこ？あった。あれ入んない。どこ行っちゃった。あ、やばいやばいやばい、ほらほらほら、怖い怖い怖い、キャッチがどっか行っちゃった。え、本当にないの？え、ね、最悪。あ、あった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 、やった。え、もう一個のハートのほうどこしたっけ今もっと。ああ、あった。ちょっとね、鏡をじゃあ見ようかな。あったよ。ごめんね、あったよ。こうやってさ、耳にさ、こうやってあいっていってとか言って、口が悪いって怒られるな。何、こうやってつけるじゃない、これつけてさ、このままさ、こうやってさつけてたらチューブラリン状態でさ、これ取れちゃうの、スンって。で、それを止めるためのこのキャッチってやつがあるの。これ、これどうやったらピンと合うの、これ YouTuber さんがよくやるやつ。これ、これ合わないね。これで止めるのよ、ここの後ろを。これをはめて、で、ここの部分がなくなるの。本当になくなるのよ、すぐに。そしたら終わり。今よく見つかったな、この絨毯で。金属みたいな色してるのに。それはちょっと言い過ぎましたけど、なかなかね、物が見つかりにくそうな、なんか絨毯なのね。その部分だけど、売ってるっちゃ売ってるのかな、わかんないけど。でもまあ、一応セットでさ、買うもんだから、針の太さにもよるだろうし。そう、めちゃめちゃね、穴がね塞がりやすいから、そう、こうやってねはめてない時間を作りたくないんですけど、いつもつけてるやつをなくすとどうにもこうにもいかないなっていうね、やつなんですよ。あ、名古屋いつ来ますか。だって名古屋はあさってから行きます。あさっては名古屋のタワーレコードさんで、ジャバージャの発売記念お渡し会をコミとチュリさんと3人でやらせていただいて、そのままお泊まりして、で次の日は名古屋でそのまま握手会、全国握手会があるので、そう、ぜひぜひにお願いします。寝る時もつけてます、ピアス。お風呂入るときは撮ってる。なんかさ、シャンプーとかさ流すじゃん、それがさなんか溜まってさ、かゆかゆになったら嫌だしさ、一応撮ってお風呂上がってつけて寝て。だから大きいのはあんまつけてない、でもこれぐらいのちっちゃいやつをつけないと寝返り打ったときに引っかかったりしたら嫌だから、そう。お風呂入るんだって。お風呂入るよ。そうだ、あやなんちゃんね、篠崎のあやなんちゃんがなんかセンター試験の時にね、学園の席が近かったの。すごい、なんかしかもあのお見送りとかお出迎えの時のね、立ち位置も隣だったの、あやなんちゃんでね、すごいニヤニヤしながら近づいてきて、ねえまこーって、ピアスさ色違い買っちゃったって、え、こわーみたいな。びっくりすぎる。でも知らなかったんだって。可愛く報告してくれた。しかもあやなんちゃん赤と青、これね、あ、色違いの青もあるの、青いハートも、青と赤どっちも買ったんだって。おもろい。どっちも買う人いるんだと思って、普通片っぽじゃん。
どっちも可愛くてどっちも買っちゃったんだって。可愛いな。そう、あやなちゃんと、あやなちゃんの赤1個もらおうかな。あの人青持ってるし先輩にそうそう、これビームスです。安いよ、そんなにみんなが思ってるそのどうせ高いんだろうみたいな感じの値段じゃないです。全然3000円以下です。今着てる服はこれはニャンニャンマーケットの T シャツ、今日これでリハしてそのままこれ着て帰ってきた。おしゃれだからもう全然私服として着れます。この間も新宿のルミネストでお買い物してて、あのニャンニャンマーケットの缶バッグのトレーナー、ピンクのトレーナー着てる女の子いたもん。普通におーおーおおと思って。やっぱでも全然いい、デザインがめちゃめちゃいいから素材もいいし、そうめちゃめちゃ使えます。もうねポップアップショップはね終わっちゃったんですけど、そうだからね、またなんかの機会で皆さんゲットできなかった人はゲットしてください。ピアスプレゼントできるのかなって、ピアスプレゼント来ますよ、よく。ありがとうございますそう、さすがにゃんさんです。大阪もそう、ポップアップも全部終わったってツイッター見ましたツイッターで情報もらうファンうーん、好きな石、好きな石なんだろう。あーなんか昔めっちゃ石にハマってて、石っていうかなんかストーンマーケットっていういろんなところにある石使ったアクセサリー屋さん、石本体とかも売ってるんだけど、なんか天然石とかなんかなんだろうな、ちょっと意味のある石を使ったネックレスとか、そうそうそう、そういうのが売ってるストーンマーケットっていう雑貨屋さんがあるんだけど、アクセサリー屋さんが、そこですごいネックレスとか買ってた別にどの石が好きとかじゃなかったけど、めっちゃよく買ってました。アンニョンだって、アンニョンお買い物どこでよくする、お買い物はうーん、でもルミネとか行くし、ラフォーレも行くし、古着だったらあのキャットストリートの方とか、あとは下北も行くし、結構割と買い物するぞってなったらその辺全部回ります、一日で。うん、渋谷のお買い物はしないですね。渋谷で洋服買わないかも。あんまり行ってもザラか H&M くらいかな。でも H&M もルミネがある新宿にあるし、ザラもあるし、ルミネもあるし、ルミネストもあるし、うん、そうだね、その辺だね。街で見かけたら声かけていいのだって、ぜひ。よくかけてくださる方いますよ、本当に。あんまり基本バレないですけど、バレるっていう言い方もしたくないですけど、なんか分かられないけど、でも全然でも最近多いのは店員さんで話しかけてくださる方がめちゃめちゃ多い。この間ジュース屋さん行ったの、そしたらジュース渡す時に応援してますって言ってくれて、ありがとうございますって言ってもらったそうとか、スターバックスの店員さんとかもあのカップに書いてくださったりとか、めちゃめちゃ嬉しいです。本当にファンの人も普通に全然逆に黙って、あ、知ってるみたいな感じでやられるのも気まずいので、ぜひ見つけたらもう普通にハングリーじゃなくて何、フレンドリーに
話しかけてください。多分握手会よりもいい対応だと思います。ハングリーじゃないです。下北沢出身です。だっていいね、なんかすごい響きがおしゃれ。下北沢に住んでみたいなって思うもん。そう、前住んでた。まこちゃんに出会いたい人生だった。だってまこちゃんに出会ってるじゃない、今ここでコメント共有してるじゃない。横浜、横浜はあんまり何かよ本当に用事がない限りは行かないかもしれない。横浜、この間みーちゃんの舞台を見に横浜に行って、でみんな知ってるあの猿おばさんこと西山さんと2人でお茶して帰った。そう、カフェ行って、そう甘いもの食べて、みーちゃんの舞台よかったねっていう感想を語り合って解散した。埼玉、埼玉4月に行くじゃない。埼玉スーパーアリーナでライブさせていただきますよ。うん、京都ね、京都行きたいですよ。キャップに案内してほしい。またはんなり以来の京都、大好き京都。京都ならね、いいところです。すごい、いろんな県、いろんな県言ってくれるみんな。やばい、うわーコメントが県だらけだよこれ。ん、うわ早い。福岡、福岡ね、福岡もいい場所ですよね。もう全部いい場所です。悪い場所ないです。行けるもんなら全部回りたいですよ。できれば、まあ全国握手会とかだとやっぱその日に行ってその日に帰るし、行ってバス乗って会場着いて終わって会場出てバス乗って新幹線乗って、だからもはやその地に足をついてる時間って、その土地の地面にいる時間ってなんか結構歩く時間はもうほぼないから、できればやっぱりね観光できるようなタイミングで行けたら嬉しいよね。だからやっぱまあプライベートで行くのがね一番観光はできるんじゃないかなって思うので、まあそうね、時間があればいろんなとこ行きたいです。ロスに来てくださって、ロサンゼルスのことですか。ロス、細井さんに、小島子にロスに行く時間をくださいって伝えててください。嘘です。お仕事頑張ります。インドアじゃないの、インドアなわけないじゃん。私がこんなに太陽好きな女が外にこんなん、 中にこんなんできてるわけないじゃないですか。できることなら24時間昼まであってほしい。ずーっと走り回ってたい。太陽の下を。そうで、お花摘んでお家に飾って、あーってお家まで外見たいとか言いながら行きたい。最高ですよ晴れの日は。外好きです。タヌキじゃねえよ、タヌキは夜行性だから違うだろ。うん、ああ読みたかったのに下行っちゃった。アルプスの少女マコ、ハイジめっちゃ好きでした。私ママがビデオ全部持ってたから、お家でちっちゃい頃ずっと見てました。ストーリー全部知ってるよ。音痴ね、アルムの音痴。あの
白パンに憧れたもん。全然ゼンマイ侍のでしょ。休みあるの？休みあります。休み全然あります。全然あるけど、やっぱまとまってキュッとした休みはないから、海外旅行ってなるとなかなかやっぱ本気でマジで行きたいっすってならないと、自分がね、それぐらいの行動力がないとずるずるずるって1年行けずに終わるから。でも今年は3カ所行くって決めたから、そう、ロッテマイヤーさん懐かしすぎる、エモい。グアムね、グアムのライブね、私は人のあのメンバーに入ってないから何ともですけど、楽しそう、いいな、太陽の下でライブしたい。私もあごの骨折れた。あごの骨って折れんの？どっちに折れるの、あごの骨って。でもお大事に、痛そう、ご飯食べれなそう。セーラームーン好き、セーラームーンは好きですよ。でもあんまりエピソードはっきりはあんまり覚えてないかも。そんなにがっつりは見てなかったかもしれない。存在はめちゃくちゃ知ってるけど。最近夢見ましたか？最近夢？最近夢見ました。見た見た。私食べ物でね、今ね制限があって、そう、ご飯何でもかんでも食べていいよって生活が今できなくて、それで食べちゃいけないものがあるのよ。で食べちゃいけない食べちゃいけないものをめちゃめちゃ食べる夢を見たの。でなんかそれを、その生活をしばらく続けないといけないっていう約束をしてて、約束っていうか、まあそんなにちゃんと、そのちゃんとしたその人と、そのちゃんとした先生とお話しして、そう、それを2ヶ月ぐらい続けないと意味がないやつ、まあ体質改善的なアレルギーのお話なんですけど、そう、それでそれ制限されてるものをめちゃめちゃ食べて、なんか多分その時は、食べてる時はアレルギーってこと忘れてたんだよね多分。でハッと我に返って口にいっぱい入ってるの。そういえば私アレルギーだと思って、もう口ポカーンって開いて、この口の中に食べちゃダメなものがいっぱい詰まってるのっていう夢を見た。もう夢でよかったと思って、本当にそうそうなのよ。まあでもだけど多分本当にその制限されてるものが食べたかったんだと思う。で食べれないから夢に出てきたの、シンプルに。だから夢ってすごいなって思った。カニだって、カニは大丈夫です。そう、夢でよかった本当に。そう、結構がっつりね、食べ物がね、なかなか何でもかんでも摂取できなくなったので、まあそれもね改めてね、なんかでもだからこそ、あ、ちょっと待てよって、例えば友達とさ行くカフェとかさ、どうしようみたいなと思ったの。食べるもの何もないやみたいな感じで思ったんだけど、今って都内でね調べたらめちゃめちゃあるの。なんかそういういろんな人のためのいろんな食材を、例えばさ、まあなんだろうな、極端に言えば例えばビーガン用とかさ、オーガニックとか、なんかそういういろんなのがあるのを知って、あ、めちゃめちゃすごい世の中だなと思って、超便利と思って、そうそうそう、びっくりしたの。だから全然苦じゃないなって思いました。今の世の中に感謝ですね。あ、そうそう、グルテン使ってないですとかね、そうそうそう、めちゃめちゃありますよね本当に。うん、昔ビーガンでした。だってなんでビーガン、昔、今はどうやって今ビーガンじゃなくなったんですか、気になる。
自炊、そうなの、自炊、それでね、そう自炊の話があるのよ。でもね、ちょっとこれね、インスタグラムとブログに一気に載せようと思ったの。てかまあ別に大した話じゃないんだけど、で結局さ、その食べれないもののさ、そのさ、今ってコンビニの食品とかスーパーの食品も裏にアレルギーの成分表がブワーって書いてあるじゃん、表が。でそれに写ってないのを、写ってないやつを普通に摂取すればいい話だけど、結局現場のお弁当とかもさ、その何、現場のお弁当にはさ、その成分表って書いてないのよ。まあ多分人が作って、そう、普通に多分調味料とかのさ、ラベルも貼ってないじゃない。だから外でのお弁当が食べれないから、結局でもじゃあどうするってなった時に、買うか自炊するかしかないから、でも買ってたら食費で破産すると思ったので、毎食毎食でしょ。しかも別にどっちにしろ添加物で体に良くないなって思ったから、あ、じゃあ自炊しようと思って自炊を始めたので、それの話を、そう、ブログに書こうと思っての、思ってのそう、明日以降かなに多分ね、ちゃんと書いてインスタにも写真載っけてアップするので見てみてねそう、自炊ね、なんかお母さんってすごいなって思う本当に尊敬です。フルーツアレルギー大変だね。フルーツ食べる機会多いもんね。ジュース飲めないね。めっちゃ大変だ。僕もフルーツ2個ぐらいありました。ありましたってか、あります。カニエビね、よく聞く。料理嫌いじゃないです、全然好きですよ。たまにやりました、やりまし、やり、たまにやったりしてました、前も日本語ナッツ系もね、多いですよね、ダメな人。私の周りにもいます、ナッツダメな人。お酒も、もともと別に味も好きじゃないし、別にお酒がなくても盛り上がれるから、別に飲む必要ないなって、飲めるようになってから思ったの、経験して。だしブワーってお酒を飲むと、ブワーって体温が上がるじゃない、ほっぺ赤くなったり体熱くなったりするじゃない。それが人よりもめちゃめちゃすごいの、めちゃめちゃ熱くなるの。それでうわーかゆかゆってなっちゃったりするから、お酒は飲みませんだから盛り上がりたい時はコーラコーラかレッドブルそう、十分盛り上がれます、そんな感じそうそうそう、みんなもさ、だって周りにいる人とかもさ、なんかさ、今日は飲みましょうみたいな、まあそんな場あんまないけど、そういう時もさ、ちょっと体質で飲めないんですよとか言うと、分かって、みん、分かってくれるじゃない、皆さん。だから本当にお酒苦手な人とかも別にね、無理に飲まされる必要もないからね、しっかり断ろうと思ってまあ別に私はそういえばないですけど、あんま、うん、多分アイドルとかのお仕事の人あんまりいないんじゃないですか、そのお付き合いで飲まないといけないみたいな。どっちかっていうと、その例えばさ、会社に勤めてる人とかの方がなんかそういうの多そうなイメージ。大変、ナナと乾杯できてないのよ。それの乾杯は絶対しますよ。まあそりゃね、ガブガブは飲めませんが、それはやっぱナナとは乾杯したいですよ。今一人ですよ。あ、芸人さんとかね、めっちゃわかる。お渡し会行くようだって。ありがとうございます。あ、コーラ割りも好きじゃないですね。後ろに誰かいませんい
料理配信ね。だからそうだ、だからこその料理配信だね。やんなきゃね。もう一生言ってそうそれ。ちゃんとやります。ほんとごめんなさい。え、何いるよってやめてよ。三中四だって。コンタクトです。早いコメントがいっぱいだ。ありがとう。鼻声だね。鼻声、地声なんですよね多分。まあでもちょっと今日は夜になるとよく鼻声になります。夜と朝は鼻声よくなる。よいしょ。目を大きくできるコンタクトじゃないです。透明だよ。透明のコンタクトです。なんかディファインみたいなさ、ちょっとカラーコンタクトまではいかないけど、コンタクト屋さんのすごく自然なカラーレンズ、ちょっとだけいつもより瞳の大きさが大きくなりますよっていう、黒目の大きさが大きくなりますよってやつを前つけてたけど、つけてた時期もあったけど、なんだかんだで例えば写真とかさになった時に若干のズレがすごく目立つんだよね。なんかしかもなんかそのなんかコンタクトの色ズレてると、なんかあなんかすごいズレてるみたいな感じで思っちゃって、それが嫌で、結構なんか目のなんだろう、カーブに合ったちゃんと本当に自分のカーブに合ったコンタクト、カラーコンタクトじゃないとめちゃめちゃズレるから、それも良くないなって思ったし、あと目悪くねなっても嫌だし、そう、そんなに別に目の黒目の大きさで困ってないしと思って、なんでつけてるんだろうって思ってやめました。ナチュラルが一番だね。天然が一番。そう、そう思う。視力はまあでも多分パソコンとか好きになってからかな、めちゃめちゃ落ち出しました。中学校ぐらいかな。コンタクトです。歯の矯正します。明日の私のスタートは歯医者さんから。明日朝歯医者さん行ってスタートです。矯正そうしてます。早いね。レーシックねやりたいなって思ってましたけど、なんか目の付近のなんかその目の付近をなんかちょっとなんか医療系、まあ医療とは言ってもなんか手術的な感じでやるのってなんかもうめちゃめちゃ恐怖心しか生まれなくて、なかなか勇気が出なくて、だいぶ前から興味はあったけど全然踏み出せません。まあでも別にコンタクトで満足できてるしと思って、本当に困ったらめちゃめちゃ目が乾いて本当にしんどいコンタクトみたいになっちゃったらやりたいなとかと思うけど、普通に今は十分かな。ピアス開けてるよ。お肌やばいんです今。綺麗だねって言ってくれてるけど、最近ねちょっと顔のね、この間の方がね顔の肌綺麗でした。多分みんなは違い分かんないんだろうけども、個人的に。そうピアスのブランドビームスだよ。
ああね、指原さんのツイッター見ました。いいなって思った。レーシックじゃないんだね、あれは。ね、聞いてみよう話。そう、前髪伸ばしてだと前髪切っちゃったよ、ごめんでもまたすぐ伸びるので、流せばなんかちょっとナイフに見えるし、自分で切った。新内さんとプリクラ撮ってたって、新内さんプリクラわかるかなって言ったら怒られそうごめんなさい今度言おう、オールナイトニッポン一緒だったら、一緒っていうかマコの問題だけど、私が出る時があれば新内さんに、新内さんプリクラ知ってますかって聞いてみよう新内さんのファンの人が怒りそう。でもそう、違うよ、新内さんのファンの人はみんな優しいんだよ。だって握手会にわざわざ来てくれるんだよ、私の握手会に。いつもラジオに来てくれてありがとう小島子ちゃんって、新内さんのなんかタオルで、ね、背負ったね方々が何人か来てくださいました。団体じゃないけどバラバラで来てくださったの、ありがとうございますと思って。もこちらこそすいません、こんなやつが乃木坂46さんの新内さんにあんな絡み方って本当すいませんって言ったら、いや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 って言ってくれて、優しいと思ってそう、また会いに行こうと。今日の日本だね、藤間子のキャラが好きだったよキャラって何ありがとう。この髪型が好きですか皆さん。ハーフアップしてます後ろで。メンバーのオールナイトニッポン聞きますか。だって眠れない時とかタイミングよくオールナイトやってたら聞いたりしますよ、たまに。 BGM にして寝ます。さすがに3時までは起きてられないのでうん。ねえ、将来の夢はハッピー楽しく幸せに暮らすことだよ。リカちゃんのは BGM にならないだって爆笑リカちゃんね、リカちゃんすごいよね、インパクトが。ワードセンスが、まあ、センスっていうのか分かんない、ワードパワーっていうのかな、ワードパワーが半端ない。2つの言葉が例えば正反対であるとして、100人中99人こっち選ぶのに、リカちゃんこっち選ぶから、そっち言うのみたいなでもめちゃめちゃやっぱ印象に残るし面白いし好きです、私はリカちゃん。髪アイロンで巻いてますよ、パーマじゃないよ、これはコテで、あのメイクさんが巻いてくださった。女優志望ね、女優さん最初目指してたんですけどね、まあでも経験してみて思うこととかはやっぱいっぱいありました。しかもなんかマジで女優一本でやりたいですみたいな人たちの前で女優志望ですなんて、そんななんか、まあ、軽い気持ちではなかったけど、そんなになんだろうな、胸を張ってポンって言えるような状況ではなかったから、うーん、今はそうは言ってないです。苦手意識が出てしまいました、お芝居やってみて。そう、
だからドラマとかも、もしなんだろうな、例えばいただいたお話とかだったらめちゃめちゃありがたいことだけど、ドラマとかよりもどっちかっていうとなんか生の舞台とかミュージカルとか、なんかそういう直接目の前にいるお客さんに伝えるっていうことが好きだから、そういうこと、お芝居だったらそっちで何かできたらなとかは思います、うん、今はね分かんないです。でも明日何言ってるか分からないので私変だから今日と明日言ってることが違うかも分からないので、まあ流しておいてくださいそう、ミュージカルやってみたい、歌上手になりたい。49ね、懐かしい、すごい、ニュータイラー、ニュータイラーミュージカフレンドシップさん、は笑ってきてるおもろいね散歩歩いたら忘れちゃう、散歩じゃ忘れないですけどフフ涙の表面張力好きです、ありがとう。あ、煽らないのって言われた煽ってるつもりないです歯の跡が気になりました、何に対してなのかなと思って。犬も歩けば棒に当たるでしょ、それはわかりますよ。小島子に怒られて、だって、え、この人、あ、びっくりした、怒りませんよあんまり。みんなが思う私が怒ってるは多分怒ってるうちに入らないと思う。こんなこと言ったら怖いけどあんまりそんなに爆発的な怒りはあんまやらないです、ふつふつと怒ります、もうじわ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 ポーンみたいなうん、お渡し会っていつやります？お渡し会はあさってです。あさって名古屋でやります。表面張力のダンスやってくださいって。やってくださいって何？できませんよ、ちょっとここじゃ。ちょっとカメラ立ったら私多分膝下しか映らなくなっちゃう。そう、あ、でもね、表面張力のね、あのね、前も言ったけど、なんかレッスン V かなんかをね、どっかでアップしようかなって計画してます。なので、まあ、お楽しみにそう、実現できるようにちょっと4人で話してやろうかなって思ってるのでね、もうほんと定点みたいなやつ、レッスン上でね、わかりやすいやつね、めちゃめちゃいい曲を大好きなメンバーとみんなで歌えるので、大事にめちゃめちゃ広めようと思って、ちょっとでもと思って提案して、そう、あ、やろうよって言ってくれて、みんな、そう、サクちゃんと仲いいですかって、サクちゃん好きです、私サクちゃんは、サクちゃんはワードセンスがやばいマジ面白い一個一個の一言がなんかもう、うん、すごいセンスがめっちゃおもろしろいおもしろい同い年なんですけどね、一応さくちゃんとも、でもさくちゃんまだ19だから、寄り目やってなんかこれ時差があるからさ、私の悪いが収まったタイミングでみんなおもらしのさ、あのコメントするからさおもろいおもろいね、
え、オールナイトニッポンでジュリと踊ってたの最高だった。だってあれが本気と思わないでくださいね。あれもうあれでなんか、え、この程度かみたいなコメントされたら嫌だから、あれはもう本当にもう 25% ぐらいの力だと思ってくださいね、あの加減は。全然あれですごいと思わないでください。カラオケ配信ね、カラオケ配信やりたいですね。でも今あのカラオケのやつが壊れてるからパパにやってもらわないと。なんかね、レッスン場とかで配信できれば、なんか勝手になんか曲ランダムでかけて、いっぱいいろんな、なんだろう、メンバー何人か集めて踊りまくったりっていうのができればいいんですけどね。ショールームはレッスン場で配信できるのかしら、わからないけど。その行動力が欲しい。だって嬉しいですね。行動力はね、多分ね、割とね、なんか結構、またこれあと今度話そう。ドラフト3期生に会いましたから、ドラフト3期生にね、この間ね、あのあれが一緒でしたから、センター試験のセンター試験一緒で、あれ一緒だったよ。あのなんだっけ、あ、お出迎えとかお見送りとかのやつも、ドラフト3期のこともみんなごちゃ混ぜで何人か一緒になって、ちっちゃくて可愛かった。あとね、12分ぐらい。お話できなかった、あんまり緊張してた。なんかみんな初めての私会で、どうすればいいんですかみたいに言ってたけど、うどうすればいいとかじゃなくて、目の前にある鉛筆と消しゴムを来た人に入ってあげればいいんだよって言って。もうそれの会話があったよ。でも緊張するよね、そりゃ。だってまあおじさん。いや、おじさんじゃない人もいっぱいいますけど、大人の男の人とかが、大体は大人の男の人じゃないですか。大体は大人の男の人がバーってこうやって目の前を通り過ぎる現象って、なかなかやっぱり生きててアイドルやってなかったらなかなかないと思うから、それ緊張するよねっていう。本当にごめんなさい、本当にごめんなさい。よし、俺もやんない方がいい、本当にやばい。人とやろう。ナナがそばにやっぱいてほしい、私にはナナが必要だ。ナナかジュリさん、やっぱ突っ込む人が必要です。本当すいません。これはあの皆さん、これ言いふらさないでください。ここに来てる2万人超えてる、その皆さんとの秘密です。まあ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 、これがショールームの良さですよね、やっぱり。だってねえ、 MC じゃこんなことなかなかね、なんかストップかかるかもしれないし、やっぱショールーム生配信ってやっぱ面白いものがありますよね。これ普段見れない、普段聞けない言葉とか。はい、ありがとうございます。はい。うん、トワイスで好きな曲ある。トワイスの曲いっぱいありますよ、好きなの。踊れる曲、シングルほとんど踊れます。実は見てると覚えちゃうの、好きすぎて、好きすぎて何回も何回も動画見てると覚えちゃうんですよ。でもショールームで多分歌うとプツッ
って切られる可能性があるので、まあインスタライブかなんかでね、AKB48 グループ以外の曲は歌ったり踊ったりできたらいいよね。鼻がムズムズする。ブラックピンク大好き。ブラックピンク本当に本当にブラックピンクも踊れます。何曲か難しいけど、ブラックピンクは見てて覚えれる。なんか TWICE のアイドル系の曲、なんかポップな曲よりもブラックピンクの方が、なんだろう、ガールクラッシュな結構激しいセクシーな振りとかが多いから見てて覚えれる。なかなかそれが難しいから、ブラックピンクに関しては覚えようと思って覚えた好きで。そう、最近さやとテラハの話したらって、でね、昨日かな、した。昨日はね、花ちゃんともした。松岡花ちゃんもテラハ好きで、もういつもなんか仕事一緒になると、まこじさん、テラハ見ましたかって言ってくれるの。見たよ今週も、やばかったよあの人とか言いながら話して、そう、来週も楽しみだねって言って会話が終わるっていうねそう、さえやとはなちゃんと、あとさくちゃんもね見てるって言ってた。あと AKB では今相乗りもめちゃめちゃ流行ってます。相乗りの話結構盛り上がりますよ、楽屋で、選抜楽屋でもすごいみんなね見てるからね。セイナさんカムバック、最高。オオカミくんも見てますよ。でもさ、あのさ、オオカミくんのさ、あのナーニャとさ、タイゾウくんがさ仲良しになってて、タイゾウくん落ちたじゃない。でさ、一生会えないみたいなさ、さようならみたいに言ったけどさ、番組では一生会えないだけ？それともプライベートでも会っちゃいけないのかな？それがすごい気になった。さよならって言ってるけど、番組ではもう一緒にこれはできないけどみたいなことよね。わからん。ね、次回予告にもいたよね。謎すぎる。狼は誰なの？でも太蔵くんじゃないでしょ絶対。狼くん、まだ違うと思うよ。投票機能どうやってやるか分かんなくて投票してないけど、じゃないと思う。なんとなく、いやくっついてほしいな。なにゃこんなこと言っちゃダメだから。えでもいいんだよね、だってもうね、そうだよね楽しみですね、そういうのも。おとちゃんかわいいよね、わかる。みんなかわいい。あやちゃん、りんねちゃん、なーにゃ、マジ美形しかいないじゃんね。みんな見てるんだね結構。あーそらくん怪しいわかるちょっとわかる。むずいね。5分ね。先にランキング言っとこうかな。忘れちゃうからね、すぐ。13位13位は花丸さん、ありがとうございます。花丸12位は北海道のももさん、ありがとう。ももさん。11位はのぼちん、のぼちんさん、ありがとうございます。10位はさばちゃん、
タムちゃんありがとう。9位はいじまこさん、ありがとうございます。8位はこじまっこさん、ありがとうございます。7位はリズさん、ありがとうございます。6位はさいかちゃん、ありがとう。5位はたくろうちゃん、ありがとうございます。はい、4位はまーさま、ありがとう。3位はくらりゅうさん、ありがとうございます。2位はたかぽん、ありがとうございます。1位はふーたん、まっこじ、パイセン、ありがとうございます。みんなありがとう。ショールームってやっぱやり始めるとめちゃめちゃ楽しいよね。なんかやっぱりさ、やっぱ始めるまでが結構さ、なんか渋ったりするけどさ、やっぱ始めるとめちゃめちゃ楽しくて、今日30分で終わろうと思ってたの。ちょっともう見てよ、だってもう12時になっちゃうって。はあ、歯医者さん起きれますようにってみんな祈っといてくださいそう、みんなが面白いからこんなに長くやりました。まあ大して長くねえよっていうツッコミが来そうですけど、まあ近々またやりますね。最近さ、なんか寝れなかったの。最近寝る時間が変になっちゃって、それで例えばさ、もうこの間とか1週間ずっと4時にならないと寝れないみたいな時があったの。でも別に何かがあったとかじゃなくて、もうただただお布団に入っても4時まで寝つけないの。だからまあ、でも別に携帯いじってるからじゃないとかって言われたけど、いや別にじゃあ携帯をいじらずにそのまま布団に入ってそのまま目をつぶったの。でももう全然寝れる気配がしなくて、そんな日が続いたの。でもあれ、これの着地点何にしてたんだっけ、これの話の着地点何だったっけな、してたんだけど、あれ何だったっけ、あー忘れちゃった。あれ違うの、なんかこれを覆す話があったんだよね。あれ何だったっけ。あ、これじゃただの不眠症の人の話みたいになっちゃったじゃん。もう最悪、時間ないし何なの、もうやだああ皆さん今の話は忘れてください。最近はめちゃめちゃ早く寝てます。あ、そうそうそう、だからその、あ、じゃあもう暇だから、あのショールームしようと思ったの。でもこの12時過ぎてる時間だとショールームできないから、だから最近インスタライブをちょこちょこやってたの。別にショールームを忘れてるわけじゃないからねっていうことを言いたかったの。はいでは皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。22,252ありがとうございました。ランキング発表の人たちもありがとうございます。東京タワーの皆さんもありがとうございます。東京タワー刺さりました、ありがとうございます。ではまた、忘れられないうちにやるので、まあ期待せずに待っててください本当はちゃんとあれやりたかったんですけど、あれ何、このセンター試験のね、答え合わせ、まあでも私が回答覚えてないのでちょっともうできませんでした。ありがとうございましたバイバイお風呂入ってきます。バイバイ、じゃん。え？え？どうやって終わるの？